声どうも茨城サルモキです。よろしくお願いします。これは何ですか？これは何？ヤンキーピラフ知ってる？あれ、なんでその喋り方？どうした？お前らヤンキーピラフ知ってる？知らねえよ。知らねえ。何ヤンキーピラフ茨城のこっちの方だと結構有名なんだけど、うん、ヤンキーピラフと呼ばれる、うん、ここの店にはあるらしいんですよ、うん、それは食っていく。なんでヤンキーみたいな喋り方なんだよ弱そうだし、うん、そういうのが来たの？なんかそういう DM が来て。なんでそのヤンキーみたいな喋り方なんだよ。あれ、それではやっていくぞ。よっしゃ、おれっつすごい店内だな、ここ。これ見て。灰皿。え、やばくない？喫煙？喫煙です。そりゃすごいでしょ。ヤンキーってタバコ吸うんだから。タバコ集会所だよ。令和だよ、今。ヤンキーピラフを2つ。せっかくだからさ、自分の昔ヤンキーだった話してる。あんぐらいだったらまだ大丈夫だな。ヤンキーだったの？昔、ダッピアン。おぉ。なんか昔、やっぱ学校にさ、あんま持ってきちゃいけないものあんじゃん。うん。あのナイフとか。はいはいはい。それを？茶か？茶か。学校とか以前に行かないと持ってきちゃダメじゃん。でも、先生にバレないように、食っちゃ。持ってきた。休み時間の時食べちゃったもんね。トイレでぶち食って、やべやべやべ。茶かの話は？兄貴やばいっすね。だろ？やばくねえだろ、どこも。ゴッキーはヤンキーの思い出ないの？俺こう見えてもバイク乗りましたから。ああ、マジかよ。そのね、うん、バイクで石岡走りに行った時に、うん、わーって走ってたら、気がついたら周り、うん、石岡の子が来ただけ。石岡有名だからね。ワングー入れよって言われて、ワングー入ってって、そのままバイク持ってかれた。一戦交えたとかじゃなくて？違う違う違う、入れよって言われて、うん、ちょっと貸してくれそれって言われて、うん、乗ってなかった。返してくれよ。ちゃ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 。すげえ。パシリア。名前の由来とか聞いていいですか？名前はヤンキーの方というか、バイクで走り回ってる方いますよね、はい、こんなのを作ってって言われて、でそれを大体作ってあげたら美味しいから、じゃメニューに乗っけてっていうことになったのよね。もともとなかったんですか？なかったんですよ、これは。お店やってた時や。名前がないからなんてつけようかって言った。で最初にヤンキーっていうか、まあそういう人たちが、はい、食べたので、じゃヤンキーピラフにしようかってこと、それでついた名前なんです。歴史ある。だって40年50年前にできたメニューってことでしょ、うん、すごい歴史ある。その当時のヤンキーが食ってたってことだ。いただきます。いただきます。はい。あ、ちょっと待ってください。毒にしないと。あ、そうだ、そうだ、忘れてた。これ大事だからな。だってヤンキーピラフだよ。どんな危ないものが入ってるか分かんないからね。ヤンキーで食う食べ物でさ、毒とか混ざっててさ、うん、で殺されたりとか絶対あるから。昔のヤンキー怖いからね。怖いから、もう食べ過ぎだろ。どんだけ食うんだよ。うまっ。うまい、うん、うまうま。え、辛いこれ。え？え？あ？ちょっとピリ辛、うん、でも全然俺ら辛いの苦手だけど、うん、全部普通にいける辛さ。具材、玉ねぎとか人参、ピーマンがシャキシャキしてて、この辛みは何なんだろう。ちょっとピリ辛だよね。ちょっとピリ辛、うん、このバターライスっていうの、ピラフ独特の風味がすごい際立ってて、うん、本当に美味しい。ヤンキーが考案したメニューとは考えられないぐらい美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、いっぱい飯食ってし、ちょっと気合い入れたな。何気合い入れるって。お前反り込みとか入れた方がいいの？お前も鬼反り。おめえ鬼反り前行かしてたけどね、ちょっとやりすぎじゃないか。あ、どうだよ。全部なくなってっぺよ。全部なくなってねえよ。それじゃ頼むな、ハゲだって。ハゲてねえわ。